ここを切ります。そんな短くいくの？ちょっと待って、ダサい、ダサいよ。世のお母さんってどうしてんだこれ。男の子になった。グーチョキパーで、グーチョキチョキチョキ、初めてのチョキチョキチャンネル。はい、ちょー、こんにちは。本日はこの子がですね、ちょっと髪の毛が伸びて、最近ですね、このあたりがちょっともうね、癖も出て、見てください。サリーパパでーす。古い。はーい。ということで、この子の髪の毛を切りたいと思います。僕が切るって言ったんですけど、もうタンちゃんが、いやいや、美容室行こうとか言って、何よ、こんな赤ちゃんの髪の毛。最初行く感じだったじゃん。いやいやいや、俺は自分で切るつもりだったよ。あ、そうなんだ。そしたら美容室、え、大丈夫かな、だって変なんだったら、とか言ってさ。せっかく可愛いのにさ、なんかさ、すっごい変な髪型になっちゃったら、かわいそうじゃん。違うよ、親が切るんだよ、最初はね。僕の器用さはだって一番よく知ってるわけですから。はい、ハサミも買いました。おばた美容室ということでですね、この子の髪を切っていきたいと思います。もう時間との戦いですから。うん、そうだよ。そう、おとなしくしてられないからね。そうで、しかも今夕方ね、今ね、うん、午後5時ぐらいなので、もう黄昏時になっちゃうからね、早くしないとね。はい、はい、じゃあやっていきたいと思います。こちょ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 こ、ご機嫌かな。うーん、まっ、ちょこちょこちょこ、うーん、まっ、あ、ご機嫌。うーん、まっ。お客さん、今日どんな感じにしましょうか。結構伸びてきて、はいはいはい、うねってきちゃってるんで、あ、このあたりさっぱりしたい感じですね。あ、そうですね、確かに癖が結構出ちゃってますね。前髪はどうします？今ちょっと前髪をこうこんな感じにすると、ちょっとちょっとおじさん僕のね、税理士さんが大体こんな髪型してるんですよ。あ、まあさっぱりで、あ、もうすっきりする感じで、とにかくかっこよくお願いします。わ、はい、かりました。はーい、じゃあ早速切っていきます。おー、なになにそれ。これ買った100均で、100円だよこれ。100円なの？これ100円。パコーン。おいちょ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 いパコーン。ちょっと嫌そうだよ。嫌そうですけど。嫌そう出すの、最近出すけど。いいんだよ、そんなことはよ。ちょっと嫌だ、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 ちょっと嫌だ。ご機嫌斜めです。すごいです。買ったの、美容師監修の、うん、もうこんな紹介もね、してる時間もないんですよ。もうこの子がね、え、ちょ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 待って、え、よ、後ろから行くの、後ろから行くの。後ろほとんどないじゃん、後ろほぼないじゃん。あれ分かって、うるさい、大丈夫。長、しかしこんなに伸びた。へい、ね、ここを切ります。切ります。まずここをね、ちゃん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 。え、待って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 、そんな短くいくの。ちょっと待って、ダサい、ダサいよ。ちょっと待って、なんでそんな中途半端なとこ切ったの。違う、すくから、大丈夫大丈夫大丈夫。かっこいいよ、かっこいいよ、かっこいいよ。なんでその中途半端なとこ。ここか、ここだね。はい、行くよ、かっこいいよ、かっこいい、ちょっとだね、よしよし、危ないからね。よし、おお、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと男前になった。ほら。えらい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 。じゃあこれを取ってお母さんが毛むくじゃらになろう。ねえ。いや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 。ほら、やっぱ、でもさ、こっち、こっちまだ分かってる、分かってんだよ。ちょっと待って、世のお母さん方どうしてんだこれ。お父さん、お父さん、みんな美容室行ってんのかな。いや、どうかな、行くわけないよね、こんなちっちゃい子。うれしい、うれしい、うれしい。一回抱っこするか。
なんかむずいね。適当じゃないよ。適当じゃない。ちょっと待ってよ。怖いこれ。待って、金太郎じゃん。眠すぎて顔見てます。早くしないと。よし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 。うん。いい感じ。これ一人じゃ無理だね。一人じゃ無理だね。本当だね。なんか上手な気がする。友達とか来てたんだよ。友達の髪とか。お客さん、おいでください。お客さん、できました。こんな感じで、いい感じ、いい感じ、いい感じ。どう？いいんじゃない？いい、ね、すごいいいよね。うん、男の子になったね。うん、お腹すいたね。よかった。ということで、はい、息子の断髪式が終わりました。でもとっても可愛くなったと思います。思いましゅーねー。皆さん、あのコメントで皆さんどうしてるかちょっとね教えてほしいですね。あと切った髪の毛取ってるかとかね、ちょっとそういったところも教えてください。本日の動画は以上となります。またのご来店お待ちしております。